はい、前回に引き続き、氷雪の霊峰をやっていきます。もうねサクッと上がっちゃいます。まあ、キュコンとね戦うってことはないんじゃないかなって思ってるので、空色組は鳥タイプでしょう。説明、飛行タイプ。オッケー。こもるね、一回からにこもって、あとは噛みつくでいいかな。オッケー。ありましたね。復活の種が拾えない。あ、っていうか復活の種普通に落ちてますね。なんだなんだ。なんか持たせるか。オレンの実を白玉に持たせます。で拾ってもらう。そう、新しいマイクはね固定式なので、あ、パワーかわいい。パウワウ、ちょっとかわいい。どんそく、どうしよう。どうするのがいいかな。あ、来た。よし。これって氷タイプに水タイプの技効かないか。けど氷タイプの技は水タイプに対してはまあ普通、効果抜群ではないってことね。どうしようかな。爆裂してるか。てか投げちゃおう。えい。で、先に進んでいきましょう。そう。あのね、新しいマイクは置いてるので、ちょっと前みたいにね、自由な体勢ではいられないというか、前はあのヘッドセットについてるマイクでやってたんで、ちょっと体勢変えてもマイクと口の威力じゃない、位置が一定だったんですけど、こっちの設置型のマイクを使っている時は任せていいかな。倒せるよね。ナイス。お、レベルが上がった。なんて言うんだろう。え、何の技？噛みつく。挑発いらない気がする。どうだろう。挑発が必要な時もあんのかな。睨みつける、なんだっけ。防御を避ける。あ、防御を避けるのも欲しいなー。挑発いらないでしょ。多分。まあ思い出せるし、ちょっとね使いどころが難しそう。相手の技とかも分かってないといけないし。くぬぎ玉、ああ、いきなり爆発した。ちょっとなんで自爆してまだ生きてんの。危な。ちょっとこれターン経過させます。はい、登ります。そういえばここ何階まであるんでしょうね。サクサクと上に登っていきましょう。キュコンはこんな寒いところに住んでるの？確か炎タイプだった気がするんですけど、寒いとこでも平気なのかな。結構物がいっぱい。リンゴを食べるか。食べる。オッケー。あ、これ私好きなやつ。チリン。チリン可愛いから好き。エスパータイプのポケモンです。なんだっけ、風鈴みたいなポケモンですね。可愛い。欲しいな、チリン。じゃあ、登ります。
何回かな、15回ぐらいかな。あ、雪だ。災いと戦うためにやってきたんだ。かっこいい。主人公っぽい。あのね、雪調べました、効果を。効果は氷タイプのポケモンの移動速度が2倍だそうです。ただ攻撃速度は等倍なので、ただ移動の速度が上がるだけみたい。どっちかな、下かな。あれ、右上行くか。あ、なんだっけこれ、なんだっけこれ、やる気者。あ、怠け者の進化系だ。進化するとやる気が出てくるんだよね。よし、レベル21。うん、結構階段直行しててもレベルが上がってっていい感じ。お、なんかすごい地形だ。登ります。よし。特にね、この雪はその氷タイプのポケモンの移動速度が上がるだけで、他のタイプのポケモンにデメリットはないみたい。なんかね、他の天気だとなんかありましたよね、晴れとか。ごめんごめんよ、いちこ。晴れ、雨がなんかあった気がする。雨が、あ、このタイプの技が半減とかそんなんだったっけ。どうしようこれ。私が受けた方がいいかな。わぁ、なに？眠らなくなった。誰も眠らせないから大丈夫だよ。眠らなくなったってちょっと、眠りたい時に寝れないのが辛そう。おー、左の方にいるなぁ、いちこ。あ、階段あるじゃん。また騒がれた。これ一回、あ、どうしよう。普通に一回空振りして噛みつく。あと二人で叩けば、めっちゃ騒いでる。じゃあ、先に進みます。よし。PP マックス。結構落ちてますね、PP マックス。あ、上に上がれる。あ、なんかいる。ちょっと待って。ちょっと一回公開の交代しよう、場所。あ、電光石火の説明を見たい。説明。2マス先の敵。ほう。じゃあ1マス先には届かないの、逆に。どうなんだろう、ちょっと使ってみたいな。まあ、いや。泡、殻にこもる。ケッキング。なんだっけ、ケッキングって。なんか、ゴリラみたいなやつだっけ。あ、怠けた。あ、回復しちゃった。これ1個動いて、それでみんなで叩こう。いいね。いいけど、この毒のダメージって微妙に少ないんですよね。あ、はい、なんだっけ、マングース？マングース？マングース？サンダース？なんだっけ？ザングース。惜しい。ザングースだ。結構技の PP が少ないんだよね。よし、ザングースね。ザングース。ちょっとわかんない、発音が。今までも結構変なイントネーションでポケモンの名前呼んでるかもしれないですが、まあ許してください。もうね、ポケモンのアニメとか
ライブ見てないので、最後に見たの小学生とかかな。一回泡からにこもるでいいかな。当たんないよ。で、ちょっと爆裂の種使ってみようかな。ちょっと物がいっぱいなので、うん、いい感じ。よし、後ろを倒すの。倒す方が早かった。これ、普通の攻撃だとめっちゃ時間かかるな。PP マックスも確か2個持ってるし。噛みつくでいっか。あ、ひるんでしまった。なるほど。45、ひるみではなくなった。噛みつく。よし。豆腐はレベル21になった。ふんふん。ガシガシ上がってきますね。どこかな、階段。わ、こっち行き止まりだ。真ん中らへんが全然行ってないのか。あ、あった、よかった。あ、普通に前に進んじゃった。あー、ちょっとやめてよ。1個進むから、1個進んで、噛みつく。寝るかなこれ。あ、寝ちゃった。頑張って、応援してるよ。ナイス。長いな、眠ってるの。進みます。あ、なんか落ちてる。なんだあれ、鉄のトゲ。説明。打って当たったポケモンにダメージを与える。これはあれかな、ゴローンの石の上位版かな。ゴローンの石を使い切ってから使っていくようにしようかな。オレンの実ですね。物がいっぱいだな。どうしよう。悩む。リンゴ食べるか。リンゴなくなって困ることってあるかな。拾えないと困るか。泡からにこもる。で、あとどうしよう。普通の攻撃の、これ同じやつしかできないってこと？アンコールって確か同じ技しか出せないとかだった気がする。うん、トゲがまた落ちてる。左かな。なんかリンゴとか話してたらお腹が空いてきちゃった。爆裂の種、まあいいでしょう。登ります。あ、上に行ける。あ、15階だね。あ、中間地点だった。さて、あ、これなんだっけ、鬼氷、鬼氷だよね。鬼氷は氷タイプじゃないのかな。あれ、鋼とか入ってた気がする。鋼氷だっけ。あ、ね、でも氷タイプだったらさ、あ、違うか、パウアウに水が効かなかったのは、パウアウがあれ、水氷だから水タイプの方に効かなかったってことかな。氷には普通に効くのか。前回あれだもんね、名前が出てこない、フリーザー、フリーザーに普通に通ってたもんね、水タイプの技。あ、似てる。これ絶対起こすよ、いちこさん。好戦的だもん。水鉄砲。20回とかかな、今回は。
あとは普通に叩けばいいかな。うん、左上か。左上までサクサクっと。あ、違う。この水の、めっちゃ鬼氷来てる。水の中に勝手に入っちゃうの、めんどくさいですね。え？え？仲間割れした。え、これ私に、もしかして、ちょっと待って。今敵が倒すと、私たちに入るのかな、経験値。メッセージ履歴。鬼氷の攻撃じゃない。凍える風。あれ？あれ？どれだっけ？あ、でも、経験値のやつが1個しかないからもらえてない気がする。あ、そうなんだ。とどめ刺さないといけないんだ。泡からにこもる。これ一発じゃない。前に人も作るから普通に攻撃何もしない。どういうこと、何もしてこなかった。3回、少なくとも5回まではありそうな気がしますね。前回5回がフリーザーだったので。階段がなかなか見つけられない。あった。え？よし、じゃあ今回はこの辺で切りたいと思います。